実はこのスマホがアクアリストにとってめちゃめちゃいい。動画を撮影してる最中にサブマシンガンで撃たれるというシーンを想定して音声消しゴムマジックを試したいと思います。はい、どうもビバです。この度ようやくスマホを買い替えました。 Google Pixel 8 Pro、 先日発売したばかりの最新モデルになります。これまで使ってたのがアクオスセンス4という、性能は低いけど価格もめっちゃ安いエントリースマホになります。とてもちっちゃくてよかったんですけど、どうしても写真とか動画には弱いので YouTube 用の動画を撮るとかには全然使えませんでした。そこで今回動画や写真にも強いスマホということで Google Pixel 8 Pro 買ってみたんですけど、実はこのスマホがアクアリストにとってめちゃめちゃいい。このスマホにしか搭載されてない機能があるので、その辺を紹介していきたいと思います。なぜ Pixel 8 Pro がアクアリスト筆記用のスマホなのかというと、なんと水温測定ができちゃいます。いや、まだ動画を閉じないでくださいね。これだけじゃないんです。水温測定だけじゃないんですけど、とりあえずこれまでのスマホにはなかった水温測定機能を使ってみたいと思います。 Pixel 8 Pro には温度計アプリが搭載されているんですが、その測定を可能にするのがこのセンサー。 Pixel 8 Pro にしか搭載されていないこのセンサーで、いろんなものの温度を非接触で測定することができます。測定できるのは食品や水、鉄、セラミック、ガラス、プラスチックとかゴム、布、木、壁や窓、いろんな材質の温度を測定することができます。ただし人間の体温とかは測定することはできません。今回は水槽の温度を測りたいので水で測定をしてみます。比較対象はエバリスの水温計。精度はかなり高い方だとは思うんですが、現在の水温は26度です。それでは測定開始。あ、一瞬で出る。26.3 度。若干誤差はありますけど、かなり近い数値を出しましたね。もう一回。あ、27度。これはちょっと高いな。26.5、26.4 度、26.6 度、26.3 度。水槽内に設置している水温計とだいたい近い数値を出してくれています。何より水槽の外から非接触で水温を測定できる。しかも一瞬で測定できるので、これは便利かもしれない。ただ水温を測るためだけに新しいスマホに変える人はいないと思うんですよね。この Google Pixel 8 Pro、 Google AI を活用した機能が盛りだくさんです。とりあえず分かりやすいのは写真や動画の撮影時、これも実際に紹介したいと思います。それでは音声消しゴムマジックを試してみたいと思います。この機能は Google AI が動画中の雑音とかノイズをきれいに消し去ってくれる機能。スマホで動画撮影する人にとってはめちゃめちゃ気になる機能かと思います。今回は Pixel 8 Pro で動画を撮影してる最中にサブマシンガンで撃たれるというシーンを想定して音声消しゴムマジックを試したいと思います。サブマシンガンは効果音ラボさんからお借りします。この音ですね。はい、どうもビバです。現在60センチスリム水槽を撮影しています。あ、今サブマシンガンで撃たれちゃいました。それではこの動画のサブマシンガンの部分を音声消しゴムマジックで消したいと思います。まず編集前の動画。はい、どうもビバです。現在60センチスリム水槽を撮影しています。あ、今サブマシンガンで撃たれちゃいました。はい、この動画からサブマシンガンの音を消します。編集から音声消しゴムマジックするとサウンドを特定していますと出て、声とノイズ選ぶことができます。ノイズを選ぶと、あ、ちょうどサブマシンガンの音がピックアップされています。ノイズの除去率については下のスライドで決めることができます。とりあえず 100% で再生してみると、お、消えた消えた。お、完全に消えましたね。あ、すごいすごいすごい。はい、どうもビバです。現在60センチスリム水槽を撮影しています。あ、今サブマシンガンで撃たれちゃいました。はい、どうもビバです。現在60センチスリム水槽を撮影しています。あ、今サブマシンガンで撃たれちゃいました。ご覧の通り音声は残したままサブマシンガンの音だけ消すことができました。これで撮影中に強盗が襲ってきても大丈夫です。実用的なところで犬の鳴き声、これ動画撮影中に入り込んじゃう人多いかもしれない。実用的なところで犬の鳴き声、これ動画撮影中に入り込んじゃう人多いかもしれない。スマホで写真よく撮る人は編集マジックというのがめちゃめちゃ使えます。
従来も消しゴムマジックっていうのがあったんですけど、それの強化版みたいになるのかもしれない。まず熱帯魚の写真を撮ります。こんな感じの写真を撮影しました。ではこの写真からまず中央下にいる熱帯魚を消してみたいと思います。対象をタップして白くハイライトされたので消去。そうすると消えましたね。めちゃめちゃ綺麗に消えましたね。編集後の画像はいくつか候補が出てきます。もう一匹消してみましょう。こちら消去。おお、綺麗に消えた。これ素晴らしいですね。じゃあこの他の機能も見てみます。編集したい対象をタップして長押しかな、するとこれが移動できるようになります。拡大縮小もできるので、切り抜いて拡大して元画像になじませる。おお、なかなか綺麗じゃない。編集ソフトでやるとめちゃめちゃ面倒いんですよね。まず切り抜いた後のこの部分も埋めないといけないですし、拡大して貼り付けた後元画像になじませるのも大変。これが編集マジックだと Google AI の力で簡単にできちゃう。これすごいですね。写真よく撮る人はめちゃめちゃ楽しいと思う。そして12月には動画ブーストという機能が追加されます。この動画ブーストというのは、例えば夜の街とか暗い部屋とか周囲の明かりが少ない時でも明るい動画が撮れる機能。ピクセル8 Pro にしか使えない機能で、おそらく暗い部屋での撮影にめちゃめちゃ役立つんじゃないかなと思っています。撮影関連についてはこのあたりですね。他にもいろいろ Google AI を活用した機能はあるんですけど、アクアリウムと関係ない話になってしまうので、そのあたりは別の方の紹介動画とかを参考にしてください。では最後にピクセル8 Pro で撮影した写真や動画をお届けしたいと思います。では動画のテスト。音声もピクセル8 Pro でそのまま撮っています。ピクセル8 Pro は背面カメラが3つ搭載されていて、超広角、広角、望遠、今見てもらっているのは超広角ですね。これを標準にするとこんな感じ。あー、めっちゃ綺麗。今まで使ってたエントリースマホと比べると雲泥の差ですね。そして2倍。あ、いいっすね、いいっすね。そして5倍。あ、近い近い。なかなかピントが頑張れないか。いやー、すごい綺麗、嬉しい。マクロ撮影も可能です。近寄っても、あ、綺麗ですね。これも小さいもの撮影するときにはすごい嬉しいですね。これは今後スマホのショート動画作成とかにめちゃ使えそうです。今まで一眼レフで撮影してスマホに転送して投稿とかやっていたので、ようやくスマホ1台で完結できそうです。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。